本当に眠れない人の対処法。精神科医カバサワ、シオンのカバチャンネル。今日は伊豆高原の大宝山からお届けしています。今日は質問いただきました。ピタゴラさん、52歳男性、うつ病歴15年です。睡眠薬フロニトラゼパムも1日2錠処方されていますが、樺沢先生は睡眠薬は良くないとおっしゃいます。朝散歩、運動をする、寝る直前の食事、入浴をしないなど寝られるように努力していますが、なかなか睡眠薬なしで眠ることができません。主治医から 1.5 錠に減らしてみるなど勧められましたが、それだけでも早朝覚醒があるなど十分に眠れません。何かいい方法はありませんか。睡眠薬を使っても眠れないとか、あるいは私は生活習慣の改善すると眠れるようになりますよって言ってるけど、そのほとんどをやったけど眠れませんっていう方がねいらっしゃいます。そういった場合の最後の一手というか、究極的な眠れる方法っていうのは一つあると思うんですね。それはですね、10キロ歩いてみる。10キロ歩くと時速4キロでだいたい2時間半ぐらいかかると思いますけど、ものすごいハードな運動をしてみるっていうことですね。だから本当に筋トレとかをもうこれ以上無理ってぐらいの限界までやるとか、そういうことでもいいんですけども、もうヘロヘロになっちゃって足腰も立たないぐらいハードに運動してみるっていう。私加圧トレーニングしてますけれども、だいたい加圧トレーニング30分して有酸素30分するともうヘロヘロな状態になります。そうするとその日の夜ってものすごく深く眠れるんですよね。例えば朝散歩しましょうって言っても、朝散歩っていうのはそんなにハードな運動ではないので、朝散歩の意味っていうのはその体内時計をセットするっていうね意味であって、ものすごく体を疲れさせて睡眠を深めるっていう効果はないので、既存の運動で朝散歩とか、あるいは散歩程度の運動で睡眠が取れないって方は、もっとハードで筋トレなんかも交えながらですね、もうヘロヘロになってこれ以上も絶対無理だっていうような強度の強いですね運動を30分とか、あるいは1時間っていうことを時々でいいので入れてみてほしいんですね。とりあえず1回やってみてほしいんですけども、例えば普通に歩くのであれば、遠足じゃないけど10キロぐらい歩く、2時間半ぐらいずっと歩いたらもうヘロヘロになって足の裏も痛くなりますよね。そのぐらいハードに運動した日に睡眠薬ないと眠れないのかなっていうふうに逆に思いますね。でちゃんとお風呂入ってリラックスして寝てみるということになると、ぐっすり眠れるっていうことを経験できるんじゃないかなと思います。睡眠薬飲んでもいいですけども、とにかくまずぐっすり眠れるっていう体験をしてほしいんですね。そうすると睡眠薬飲んでる方ってぐっすり眠れてるというか、どっちかというと薬で寝かせつけられてる、強制的に眠らされてるというイメージだと思いますので、本当の意味でぐっすり眠ったってことをずっと何年も経験してないと思うんです。なのでそういう風に本当にハードでもうヘロヘロになるぐらい運動した場合において、ぐっすり眠れたってことになると、それがすごく自信になるし、そこで自分ももうぐっすり眠れるんだ、あるいは睡眠薬ひょっとしたらやめれるようになるかもしれないなって自信にね繋がっていくんですね。睡眠薬をやめられないっていう人は、眠れなかったらどうしようっていうね、そういう恐怖症のようなものにとらわれてるわけです。ですからそういうふうに運動を激しくやった後には眠れるという自信がつくとですね、そういう眠れなかったらどうしよう恐怖症がなくなっていくということですね。だから睡眠運動、朝散歩やってますけども良くなりませんってことで言うと、運動の強度が足りてないと思うんですね。ある程度本当にハードな運動を取り入れていくということ、あと筋トレとかも非常にいいと思いますね。これもだからちょこちょこってやってもしょうがないので、もう無理っていうぐらいの追い込みが必要となってきます。それを自宅でやるってなかなか私難しいので、ジムに行くっていうのは私の中で必須ですね。自分でちょこちょこって運動してももうこれ以上無理っていうのは絶対追い込めないので、トレーナーとか、あるいはみんな私エアロビクスとかをやってますけど、他の人と一緒にやって自分の限界を超えるぐらいのところまでヘロヘロになるまでやるっていうのはなかなか一人ではできないというふうに私は思っていますね。ジムとかに通うとかね、そういったことも一つの手ではあると思います。ということで自分の限界を超えるぐらいの激しい運動をしてみる、それによって深い睡眠を取ることによって自信につなげていくということなので、運動強度を大幅に増やす、まあ毎日やる必要はないですよ、強度を増やした運動を時々入れていくということをやってみてほしいなというふうに思います。精神科医が教えるストレスフリー超大全、ぜひこの本であなたのストレスフリーを実現してください。全国の書店で絶賛発売中。